いい。両方とも両方とも。で右足がちょっとちっちゃいんですね。足が 0.5 ミリちっちゃいんでしょうかね。でしょうね、はい、で指が曲がる分だけちっちゃくなる、はいはい、はいはい、はい、こっち足を見せてください。でこうまっすぐここに置いてください。でこの指がね、はい、この指がちょっと曲がってますよね。こうなってますよね、はい、こっちはまっすぐなんですよね。でこっちの足の方がちっちゃいんですよね。小さいです。だこの靴を履いた時に、はい、脱げないようにこう曲げてしまってるみたいですよね。当たってるわけじゃなくて逆にちっちゃいから曲げて脱げなくしてるみたいですね。普通にこう力抜いてみてください、はい、普通にこう力抜いてここにじゃあこう置いてみましょうか、はい、こっちにこうやってね、はい、この分ここがこうこれが曲がってるんですよね、はい、こうね、はい、こっちはねまっすぐなんですよね、はい、こっちの方がどっちかというと正常なんですよね、はい、こっちの方がまあ逆言うとこっちが 0.5 ミリ大きい、うんまあ、ちっちゃいんですよね。だからこうやって曲がってこのために膝の痛みが出てると、はい、腰の痛みも出てる。